こんにちは、みゆじこです。今回はシャネルのシューズでお気に入りの、結構前に買ったやつなんですけど、お気に入りのシューズがあって、パンプス、ローファーか、ローファーとサンダルをよく履いていたので、裏張りを貼りに行こうかなと思って、で裏張りがなんか削っ、そこをちょっと削って貼るみたいなので、新品に貼る人もいるかもしれないんですけど、ちょっと履いてから貼った方がおすすめっていうのを聞いたの で、裏張りをするとちょっとなんか持ちが悪くなるみたいなので、私は履いてから結構履いたので、今日裏張りに行こうかなと思います。サンダルとローファーに脱ぎます。こちらが結構入ってて、こんな感じに削れてます。これもね、可愛いんですよ。で、こちらのローファーのお気に入りで、エナメルのローファーなんですけど、ね、パールも、ここもパールかかとに入ってて、これはこんな感じです。こっちの方がサンダルよりは回数少ないかな。でもやっぱ石とか踏むんで、これ穴っていうかボコボコしてます。で、裏張り初めてするんですけど、今回ちょっとどんな感じか動画にしたいなと思って、やりに行きたいと思います。はい、靴の裏張りに出しに行って、後日取りに行ってきました。で、完成したんですけど、こんな感じで取りに行ってきました。見ていきたいと思います。こんな感じで綺麗になりました。ちょっと厚みはね、こんな感じになります。こっちはやってなくて、この半分両足やってきました。こちらもね、同じく、なんかかかとは全然大丈夫らしくて、こっちだけこんな感じで綺麗に縫いました。履いた感じね、どんな感じか、ちょっと履いてみよう。厚みとか全然わかんない。履いた感じ、厚みとか全然変わんない感じで、滑りづらくなったかな。結構革でツルツルしてたのが、うん、こっちのローファーの方もなんかちょっとクッションっぽくなって歩きやすくなった感じがします。1足3500円で、2足で7000円でやってきました。で、今回は裏張りするとどんな感じになるかという動画でした。参考になれば嬉しいです。チャンネル登録、高評価お願いします。